中国の武漢市で重い肺炎を発症し、新型コロナウイルスに感染した疑いが濃厚だった60代の日本人男性が今日亡くなりました。外務省によりますと、中国の医療機関は亡くなった日本人男性について、新型コロナウイルスの陽性の疑いが高いものの、確定的な判断は困難として、死因をウイルス性肺炎と判断しました。政府関係者は、男性の病状が悪化し、再検査を行って判定結果を確定させることはできなかったと説明しています。ご家族の皆様にお悔やみを申し上げますとともにですね、ご冥福をお祈りしたいと思います。ご家族の皆様に対し、しっかりと支援をしてまいりたいとお考えております。